こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRG です。今週一緒に勉強したいと思った曲は YOASOBI の夜にかけるInto the night。いいね、アラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前は YOASOBI なんですが、2人のユニットなんです。2019年から活動しました。事務所とレーブルは同じソニーミュージックです。これなんか YOASOBI の他の曲もレールしたんですけども、ここにまた来て一緒に楽しんでください。この曲は YOASOBI の初作品ですけど、タナトスの誘惑という小説を曲に作りました。この曲の制作期間は3ヶ月ぐらいかかりまして、高田馬場にあるカラオケでギターを弾ける友達が徹夜で一緒に演奏をしながら曲を作って、そのカラオケ代3000円が制作費になりましたよ。僕たちもなんかそのカラオケ行きたいんですよね。このカラオケなんか観光場所になるなれると思いますよ。そうかもしれない。そうですよね。今日の観戦ポイントは、原曲を英語で歌詞を作って音遊びっていうなんか発音とかライムとかそういうことを気にしながら見ましたら、もっと楽しく見れると思います。はい、行きます。日本語になってるね。あ、言わせた。나안바뀐줄알았어요가사가안바뀐줄알았어요시즌무용이랑시즌맞아요너무좋아세이즈어세이즈온이유온이에요너무너무비슷하게가는거같은데디테일한일본어로넣었다고가사찾아보니까아니더라고요맞아그러니까나도번역을다읽대어이즈나색감이많이있어요. 맞아맞아. 되게 고급 밝은데 의미는 되게 어둡더라고요. YOASOBI의 매력 같은 느낌? 원작 소설도 좀 그런 약간 그런 것 같아요. 엄청 어둡더라고요. 엄청 어둡더라고요. 뭐 이게 제 정신인가 싶을 정도로 아 진짜 어 외로운 아 근데 진짜 YOASOBI 도딱 YOASOBI 곡이다. 그게 이제 이 베이스 리듬이 있잖아. 그럼 YOASOBI 만의 베이스 리듬이 엄청 좋죠? 오, 오, 오. 맞아, 맞아. 엄청 이렇게 신나는 곡이 어떻게 저런 의미를 담을 생각을 했을까? 이게 소설을 노래로 바꾸다 보면 아무래도 이 감정이나 전달하는 것들이 더 깊이 있게 갈 수 있을 것 같아. 아, 맞아. 원작소설에서는또원작소설은되게약간직접적인슬픔이없어요근데약간이제좋아하는사람에게서막눈을이렇게아보통소셜셋의나라에는직접적인슬픔이없어요근데소셜셋의내용자체는정말슬픕니다근데이곡도마찬가지입니다소셜셋의감성을정말그대로표현하고싶어요정말좋아합니다さっきの曲の紹介の時にちょこっと話が出たんですけど、なんか制作費が3000っていう話をしたんですよ、ね、なんかスタジオの費用とかもなくて、この曲ってたった1台のパソコンで作られた曲らしいです、いちいちマウスで打ち込んで曲をミックスしてレコーディングして出した曲らしいです。え、そうするとベースとかベースも全部ミディです。全部ミディ。わあ、すごいな。全部
電子音源で生楽器ボックスする要素が一個も入ってないです。そういう意味で、あのそういう電子音源の不自然のまま入ってて、なんか音楽って正解がないなと。確かにそうですよ、確かに。ピアノ소리를들어보면이렇게지금간주에서들리는피아노소리랑갑자기내가그닭살이확돋을때가있더라고요여기서피아노가갑자기또소리가확바뀌면서여러대를이렇게막계속왔다갔다하다보면듣는재미가너무있더라고요그냥약간대충들으면안혼자한데너무그냥투박한데근데이걸진짜주의깊게들어보면정말정상이에요미싱도그렇고편곡도그렇고멜로디도그렇고진짜엄청난일이에요계속바뀌어소리가피아노도그렇고그럼그리고손이엄청바쁜것같아요피아노치는손이진짜라이브하면혼자서안되겠지아마라이브하면피아노틀어놓지않을까 그렇게많이치면서박자를맞추는게더신기합니다그직접연주한게아닐거예요아마마우스를이렇게아야세가 우크라를전혀모르는상황인가근데우크라가불러줄거라고믿고상상하고믿고그렇게해서만든자기가우크라가된거됐다고상상해가면서만든곡이에요아역시미래미라는건가아나이마음이너무예쁜것같아맞나다이나믹중에서그치그중에한번살짝두겠다가한번빠진느낌진짜이게한시대를진짜대표하는곡이잖아요그래가지고이건이정도도전과이정도개창을해야그렇게한시대를대표하는곡이되나봐요평범하게자연스럽게만들어서는안되는것같아요이렇게까지와목소리가영어발음이랑도되게잘맞는것같아요영어로진출하십시오 지금이거영어버전때문에난리났잖아요해외에서この曲を元にした小説ってどんな感じかなってパッと見たんですけど、曲の雰囲気と全く違う小説だったから、この絶望マシマシの小説からこういう楽しい曲が生まれると全く思ってなかったです。本当にすごいなとちょっと思いました。僕は考えて、お金は3次元だけだけど、ヒットの動力、これはお金で想像ができないくらいだと思います。この曲みたいな感性の曲が、まあ、日本でも米国でも韓国でもなかったんで、ショック、襲撃を受ける曲だと思います。今、英語版ジャンで作られてまして、なんかそういう米国とか海外でも一緒になってますよね。それって、こんな曲もあるんだみたいな。今日のレビュー準備しながら歌詞を始めてみましたけど、雰囲気が全然違うのが、もっと悲しく聞こえて、僕はもともと音楽を聴くとき歌詞よりなんかメロディーとかだけで来ますけど、音楽が好きになってそれも一つの楽しみだと思って、僕たちの曲の歌詞も書きたい気持ちになりました。僕はアジアの音楽がいます。世界いろんなところまで反応していっているところを見ながら、なんか自信感がもっと高くなって、なんかめちゃくちゃありがたいと思っています。確かになんか不便なこと、慣れてないことを、それをよく作ったらなんか世界、音楽の世界を変化できることになると思います。今週もめちゃくちゃいい勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々、登録といいねとアラームセットよろしくお願いします。今週も見てくれて
ありがとうございます。